はいいどうもオックポンでございます今日話題になっているのはなんと言ってもリップルでしょう。リップルがようやく3桁に一度戻って、まあ、3桁からまた下がってしまっているんですけども、非常に、ね、いいところですね。EGI いいというか。あーまあ、本当リップル7日対比で見た場合にリップルの上げっていうのが38%。 うん、39%弱。まあもっと凄まじいのがビットコインキャッシュっていうのがあるんだけども45%弱でしょ。で、これもすごいよね、エイダもね、45%、これも弱、うん。まあまあ本当にビットコインの上げっていうのはやっぱり時価総額から見て、まあ、ビットコインっていうのはやっぱ立ち位置は強いんだけども上げっていうのがやっぱ資金入れても枚数を取れないので。 まあそういったあところなんでしょうね。とにかく枚数をほ保有するっていうのが、あれでしょうね。今は、うん、まあこれ、マーケットキャップで見ると、ビットコインの上げが5.6%に対してイーサリアムは四4.88、で、リップルが、これ24時間対比ですけど、6.74%、で、ビットコインキャッシュが11%っていうところで以下に続いていくんだけども、 うーんまあ、なんだろうな、これどっちが正しいのって言ったら、ちょっとよくわかんないですよね。円換算にしちゃうと、あれですよね、今、ドルベースのものを見てますけど、円換算にしちゃうと、ドル円の動きもありますから、で今、ドル円で言うと107円ぐらいですかね、107円だと思うので。 まあそこの基準によってだいぶ変わってくるというところでございますでですね20日も過ぎまして4月の20日19月20日っていうのは G20 会議っていうのがワシントンで行われたわけなんですけれどもこれ財務大臣中央 銀行総裁隊員に会議が行われ前回に引き続きいて前回というのは3月ねえブ,エスブエノスアイレスで行われたものなんだけども仮想通貨規制への審議が行われるっていうねこれが終わったところで記事に出てくるのはおそらく月曜日以降なんじゃないかなと思うんですけども。 うんまあ、今回は最初実用的な暗号通貨提案は6月、うん、提案というところで6月に財務大臣、中央銀行総裁第 3,、うん、3会議に提案されることが決まっているということなので今回決まったことを受けて6月ですねで3つ目これがまあ本当なんじゃないかなと。 暗号通貨の立ち位置をどういうふうな立ち位置にするのかっていうのはもちろんなんですけどもそこで各やっぱ、あのー、中央集権型ではないので,でそこに対しての何て言うのかな、えーまあ、取り決めっていうんですかね世界的な あまあ、輸入だとか輸出だとかも決められてますよねでああいうのもちょこちょこやっぱ決まりがあったりとか関税とかの決まりがあったりとかで,で国内外をもう問わずして1つになっちゃってるんで,でそこのくくりをどうすんのっていう話ですよねで国をまたいでの決済決算も決済もどうすんのかっていう話だし、うん、そこ どうやって、えー、管轄するのかっていうのは、まあ、当たり前の話なんだけども取引所同士の国が行き来するっていうのも取引所で何を取引したのかっていうのは国がこう国をアメリカの取引所であっても中国の取引所であってもヨーロッパの取引所であっても全部ね、えー、行き来できる数字の行き来っていうんですかねそういったものも統一してツールも作るんなきゃだし、まあ、深く言うとね ツールまあツールを作るっていうよりはもうき取り決めをしっかりしなきゃいけないってことですよね。うん、日本の取り決めで言えば あー最五55%取られちゃうけども予想の動きを見てねだこういう会議っていうのは非常に面白いですよねそういう意味では6月でうんこういう第3会議についてこれ提案されるっていうのが決まってるわけだか,だからここでおおよそのお,おおよそっていうか形はできるんじゃないかなとで枠組みっていうのは年内にできるんじゃないかなっていうのは あまあ、今のところね、私はそうやって思っております。まあ、どうなるのかっていうところですね、非常に楽しみですね。えー、でですねビット、ビットクラブについてなんですけども、おこれね、うう私に、つながっていただいた方がポジションを取り始めました。あのー、今までは枠だけを取ってたような感じなんですよね。 えー、要はあ99ドルだけをバン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 って8個とか入れて、えー、で最初の枠っていうのは3500ドルで、まあ、99ドルだから、まあ、3600ドル弱を入れられてポジションを取ってでその,おのうところそのつながりでもってポジションを取り始めている方がいてでそれをまあ8部屋持たれてるたんですよ。でそれを お今度500ドルずつを入れ始めましたね、うん。まあ資金ができたんでしょう。これは面白いですよね。えー、っていうところですかね。まあこれはこれではい。でやめましょう。で、ビットコインキャッシュっていうのはビット ビットコインビットコアビットクラブっていうのはビットコインキャッシュを今マイニングっていう正式に言うと今のところまだビットコインキャッシュをねマイニングっていう形ではないんだけども,もビットコインの数字が上がってきてますよね、えー、ビットコインの数字が上がってきてるんでこれをキャッシュ換算チェンジリーみたいにね えー、ああいう形で動くかどうかっていうのは現在のビットコインの価値とドル換算の価値とビットコインキャッシュのすり合わせをしてでビットコインキャッシュに移行されるのかっていうのはちょっとこちらねやってる方詳しい方いらっしゃったら教えていただきたいんですけども。 現状どうなってるのかって今ね、あの、ビットコインから、ビットコインキャッシュの方にマイニングが移ったっていうシステムがいじられたっていうのが、2月からかな、お話上がってて、で、それが現状どうなってるのかっていうのは、不明なんですよね。うん。です。まあ、この方、これで詳しい方がいらっしゃったら、本当に申し訳ないんですけども、ちょっと情報をいただきたいなっていう感じですね。はい。で、ビットクラブはやめましてと。 あの先日これ間接的に関係あるのかな間接的にあのね NHK ニュースで話題になってたってのは昨日かな昨日か一昨日か NHK ニュースでやってたらしいんですけどもこれ掲示板にはまだ出てないことなのかなあ,あんまり取り立たされないっていうのかなこう表に出てこない話なんだけども うん、日本のねキャッシュレス化ってどのぐらい進んでるのかっていうと20%なんですよ、うん、で韓国は90%に対してスウェーデンなんかは98%なんですよ、うん、だからほぼ紙だとか高価のしなお札は出回ってても2%ですからねスウェーデンどうすんだ日本っていう話ですよ っていう話ででででししょょ日本が20でしょでここに対してこれだけスウェーデンって寒いところだからあんまり正直な話手をねこち,こちょこちょこちょやって、えー、まあ、手を出してたら手がかじかんじゃうと思うんですよどう,どういうところだからちょっとね行ってみてないんでイメージだけで話してんだけど。 でお外でこう決済とか仮にする場所があったとしたらそんなところ外で仕事ってできてるかどうか分かんないけどねでスマホをピロッてやってシュシュって終わらせた方が早いわけですよねでそれがなんだ早いだけではなくて生命の危機にもそっちの方にも向いてしまうとは思うんだけどもでそういう、ね、98%っていうスウェーデンに対して日本はまだ20%。 でこれがどう動いていてくのかっていう話ですよね、うん、日本っていうのは多分天下り先みたいのが多いからあそういうのでこう何て言うのかななんか足を引っ張り合ってああでもにはこうでもには始まってでそのまんま何、うん、て言うのかな話題が上がる前で消されちゃうのかもわかんないんだけどもでもそんな時代でもないからねもうねっていう話でこれがどう この先どう広がっていくのかっていうね、すそのが、うん。はい。っていう感じでですね、このスウェーデンの,この話題に上がってたね、日本のキャッシュレス化についてですね、えー、これ、どうなっていくんでしょうね。だから、そのがめっちゃ単純に広いんで、まあ、これが暗号通貨っていうところで落ち着くんじゃないかなと思うんですけどね。うん、日本人の参加率も高いし、っていうところですね。 えー、で、ちょいと気になるのが、まあ、コインチェックでね、モネロっていうのが、うん、なくなる、匿名通貨がなくなるわけですよ。なんだけども、24時間対比7、あ7、7日対比でいうと、まだ上がってるんですよね。まあ、全体が上がってるから上がってるって単純なものなのかとも思うんだけども、でも、上げ率はビットコインとかイーサリアム、これ、ドル換算のやつで見てますけど、 より上がってるので、まあ、この辺気になりますよね。はい。っていう感じですかね。はい。ってな感じでね、終わりにしたいと思います。で、となんかお話ないよね。あ、そうだ。LINE アットの方を募集始めてます。Twitter のトップリンクに固定、トップページにね、固定してますんで、もしよろしければ、あまあ、登録してください。 はい、あとね YouTube のね登録っていうのは促したことないんだけどもそんなにね何回か促したことがあるんだけども登録チャンネル登録の方をよろしくお願いしますと,ということでですね素敵なコインライフをお送りください。